ブリッジ側の弦の結び方なんですけれども、見えやすくするためにこの弦だけで説明します。どんな形に結びたいかというと、もうこっちに完成形ができてまして、見えますか、こんな風に結びたいわけですけれども、この色が変わっているのは最後にライターで炙るんですね。それで、溶けていってこう玉になることで抜けなくなっています。では、やってみましょう。簡単です。まずこう輪っかを作りまして、この先っぽを2回くぐらせます。こう輪っかになりましたね。そしたらこう絞っていって、適当な大きさになったところでこの先っぽを輪っかにくぐらせます。引き続き絞っていきます。最後はなかなか硬いですね。はい、できました。